投打にわたる活躍を見せてくれた藤島健人投手、タイガースに連勝、カード勝ち越しを決めました。ありがとうございます。明日に向けて藤島さんから一言お願いします。あ、これ締めですか。もうもう少し喋りたいですか。はい、いやそんなことないです。今日みたいに全員で、勝っていけるようにまた頑張るので応援よろしくお願いします。やめてよ、もうないよ、もう無理。ジョさん、昨日はヒーローおめでとうございます。ありがとうございます。ヒーローインタビュー聞いてて、はい、ちょっと個人的に思ったんですけど、はい、わかりますよ。一つ当てましょうか。はい、ビクトリーなかったじゃないですか。ああ、そう。YouTube ではよくこう、そう、登板ある時もない時もやってくれるじゃないですか、はい、これ個人的には、はい、YouTube だけのものにしとくっていう、はい、こう YouTube でしか聞けないことにしとくのもいいなと思って。ああ、ちょっと岡田さんのどっかしましたねそれもあるし、まあ、はい、でもたくさんの人に聞いてもらいたいっていうのもあるんですけど、はいはい、ああ、でも岡田さんは藤島のビクトリーに対しての独占欲がちょっとあるってことですよね、まあ、それもいいなと思ったんで、ね、はい、確かに確かに。でも聞きたかったなという気持ちもあって、はい、複雑な思いなんですけど、いや正直ね、忘れてたよというよりヒーローインタビュー、まあ、今年2回目なんですけど、ありがたいことに結構緊張するんですよだからね頭になかった。あ、どうしましょう、次回は、はい、次回は言おうかなと思います。ぜひ、まあ、何年後になるか分かんないですけどそれはお客さん、ファンの方々も。あ、そうですね、一緒にいますか。言いますね。じゃあその3、2、1、ビクトリーでいきますか。闘魂スタイルというか。そうですね、なんかちょっとプロレスっぽいっすね、猪木さんじゃあ急にカウント始まったら言ってほしいという、はい、そうですね、3、2、1でいきましょうか。だからまあ言います。はい、じゃあ次回、はい、私で頑張ります。はい、よろしくお願いします。言った際には岡田さんの嫉妬で後ろから刺されないようにそれはそれで嬉しいことなんでありがとうございました。ありがとうございました。今日も頑張ってください。ありがとうございます。